あさい、今日はね、読谷村に来てるんだよ。いやというのもね、私の CD アルバム即売会をやろうかなと思っているんだけども、なんか感じるよね。私もさっきなんか気配を感じるなと思って、あーなんかいるな、いるよ俺。これはもうヤクルトマン、ヤクルトマンが走ってきた、怖い。おお、なんか降ってる、なんでこれ。ご役先生、人手が足りません。お届けのお手伝いをお願いします。すぐに沖縄ヤクルト読谷センターへ。あ、行けってこと。うん。大御所民謡歌手ご役栄翔先生が沖縄の魅力を探して旅に出る、ご役栄翔の内なあ万有記。地域に真心と笑顔を届けるの巻。ということで、先生がやってきたのは沖縄ヤクルト読谷センター。はい、ごい、ご役先生、読谷センターへようこそ。ありがとうね、大歓迎だね、ありがとう。あんな宇宙で作ってもらって、見てごらんこれ。ご役栄翔先生、今日も一日よろしくお願いしますということでね。じゃあ今日はゆとさること。よろしくね。先生、手伝ってもらっていいですか。いきなりだな。歓迎セレモニーもそこそこに、早速ヤクルトスタッフとしてのお仕事をスタート。お願いします。いきなり寒いところに通された。じゃあこちらに置いてもらっていいですか。全然今状況がつかめてないんだけど。沖縄ヤクルトは離島を含む県内29カ所、32のセンターがあり、ここ読谷センターには20人のスタッフが働いています。中村君、はい、どうのやってみて。一番はもうお客様との出会いですね、どうも毎週会うたびにいろんなお話、聞いてもらう、私が聞くっていうよりも聞いてもらってる感じなんですけども。なるほどね。すごくいろんなアドバイスくれるので、毎週楽しみに伺ってます。それありがたいね。はい。あんたは何年ぐらいなのっけ。牧港センターで3年やって、それから読谷センターでまた3年で、合計6年ぐらい。場所が変わっても大丈夫だね。はい、すごい。いろんなところにやっぱりセンターがあるので、ね、すごい、はい、助かるよ。はい。始まるよ。ご役先生。お、はいはい。突然ですが、ここでクイズです。お、なんだ。はい。私たちヤクルトスタッフがお届けの準備をする上で心がけていることは何でしょう。心がけていること。はい。ヤクルトのとってもいい商品をたくさんお客さんに買ってもらっていっぱい儲かること。ズブーン。まあそうよね、それはね。正解は冷温管理と定時定半です。冷温管理、定時定半とは、商品の温度管理をして時間通りに届けることなんです。ということで先生、次はお届けのお手伝い。寒い。お届け先は長年お付き合いのある牧場さんのお宅。ヤクルトのご役だよ。ヤクルト1000飲んでるの、いつも。はい、そうです。もう1週間1本ずつ。お父さんに、はい、ありがとうございます。もらいなさい、はい。どうね、ヤクタ君は。もう素敵な女性で、子育ての話とかね。子育ての大先輩なので、いろいろ相談に乗ってもらったりして、もう本当に助かってます。いいね。こんな話もこう配達しながら、はい、そうですね、お互い娘みたいな感じで。ああ、なるほどね。これはまた健康の秘訣かもしれんね。そうですね、はい。3名。続いてヤクルトスタッフの伊波さんと一緒にやってきたのは株式会社あがりえ電気工事。はい、チャーベルソイ。ヤクルトのご役です。おはようございます。なんかすごい人も来てますよ。ご役先生がしちゃいません。なんで手伝いしてるわけよ。忙しいって言うからよ。はい、はい、はい、そう、いっぱい持ってきたよ。ダブル3つと10001つ。1000を1つ、はい、はい、ありがとう、はい。ヤクルト1000を5本と、はい、みるみる5本。あ、みるみる。はい。みる、あ、これか。こちらですね。2個入ってる、なんだっけ。はい、出てよ。はい、こちら。たくさん買ってくれるな。最高だな。
つも通り。これがいつも通り。テレビだからってことじゃない。いつも通り。いつもこんなに。はい、ありがたいね。チャンメン。再び読谷センターに戻った先生。ヤクルトスタッフの北村さんの案内でセンターの裏手に。なんとセンターの裏がすごく行くしょなってるわけね。はい、便利だね。はい、お母さん来たよ。はい、お迎え来たよ。子育てをしながらの仕事探しは大変だと思ったんですが、うん、ヤクルトでは仕事と保育所が同時に決まったので助かりました。うん、また保育所が近くて安心です。本当よね。はい、安心して預けて仕事に集中できるからね。チャンメン先生、うん、今日一日読谷センターでのお仕事いかがでしたか？あ、もう最高だったね。楽しかった。やっぱりもうスタッフの皆さんニコニコ笑顔で、だからそういうのがお客さんにも伝わらずね、お客さんもニコニコしてくれるさね。あっちも元気になったよ。ありがとうございます。うん、先生、実はヤクルト本社が毎年実施している全国のヤクルトスタッフを対象としたお仕事満足度アンケートがあって、2022年度の調査ではヤクルトグループ内105社あるうち、なんと沖縄ヤクルトが満足度全国1位に輝きました。1位、はい、すごいね。いやでもここはもうなるべくしってなってるよな。ここにあやかって私の CD も1位になりたいもんだね。はい、まずあんた1枚買いなさいよ。はい、わかりました。うん、よろしく。先生の CD はさておき、沖縄ヤクルトではヤクルトスタッフを募集しています。仕事内容や収入、保育所などについての説明会を実施しています。詳しくはご覧のフリーダイヤルまで。働きやすい環境で健康応援、チャメ。